イギリスの 16mm スケール庭園鉄道の1、0庭園鉄道は庭などの屋外に付設される鉄道模型を指す。そもそもはイギリスの貴族が庭に15インチゲージの鉄道を引いて楽しんだことが始まりと言われる。英語ではガーデンレールロードやガーデンレールウェイなどと呼称される。人の常用の有無で大別される。G ゲージや1 6ト、mm、ルスケールなどは 常用できないものが多い。常用可能なものは3.5インチゲージ以上の大きさのものが多い。レール、枕木等に十分な耐候性が必要であり、常用可能なものは鉄やアルミ、ステンレス構成を用い、常用でないものは耐食お道やステンレス構成を用いる。枕木は木やプラスチックを使用することもあるが、その材質も紫外線に対して、 耐えうることが必要条件である。雨による土跳ねや落葉による障害を防ぐため、採石を敷いてバラストとしたり、コンクリート等で舗装したり、ある程度の高架鉄道にする例が多い。常用可能なものはライブスチームバッテリー機関車など様々な企画、種類が存在し、ほとんどは屋外で楽しむのが一般的であるが、 3.5インチゲージや5インチゲージで小型のバッテリー機関車であれば屋内で使用することも可能である。3.5インチでの標準的な輸送能力は大人一人、程度を5インチ以上では使用する機関車に応じた輸送能力を有する。ウォルトディズニーは自宅庭園に大規模な7.25インチの庭園鉄道を所有していた。また日本では桜谷軽便鉄道や 森広次所有の枠尾警弁鉄道などが有名である。常用できないものは G ゲージや 16mm スケール一番ゲージがあるが、O ゲージや O ゲージ、f ゲージを屋外で使用する愛好者も存在する。常用可能なものの一般的な機関には3.5インチ、5インチ、7.25インチ、7.5インチ、10インチ、15インチなどが存在する。 常用できないものは 16.5mm、22.5mm、32mm、45mm、64mm などが存在する。常用可能なものは機関によって様々である。常用できないものは下の表を参照。常用可能なものは実物同様に蒸気機関を作動させるライブスチームやバッテリーを電源とする電動車両が多い。 制御は、機関車などに乗車して行うが、テンダー式の蒸気機関車ではテンダーに乗車して、機関車を制御することもある。乗用できないものは線路に電流を流し、車輪などから電力を取得する。直流に線式を用いた、電動車両が多いが、ライブスチームも一部存在する。電動車両は、電源装置を用いて、電力供給量を調節し制御するが、 ライブスチームの場合はアルコールなどの燃料がなくなるまで走らせることが多い。スタンダード村 S1.3、スタンダードネム0 1 0ありがとうございます。